きなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。寒いです。暖房つけてるけど。やばい。最近肌の調子良かったのに。ニキビが。ニキビが悲しい。愛と悲しい。そう、最近肌の調子良かったの、めっちゃ。半分にもプツプツ。でも15分で終わろう。お風呂パパッと入って寝るわ。睡眠が大事だからな。悲しい顎。うん。そう、毎日ね、あれするようになったの、パックを。そう、年末ぐらいから。こうパックするようになって、私今まですごい乾燥肌、自分がめちゃめちゃ乾燥肌って言われてて、あのメイクさんとかに。そうで、乾燥肌なんやなと思って、乾燥肌用の化粧水と乳液を塗ってたの。キュレルの、そう、であんまパックオンにしたくなくて、そう、今までなんか分からんやん、なんかそのパック買ったやつのその成分がさ、自分の肌に合うのか合わへんのかみたいな、分からんかったから、あんま使いたくなくてっていうのと、あんまりこう毎日パックしてたら、なんか自分のさ、その肌がサボっちゃって、こうもうパックなしじゃ生きられない肌になっちゃうのが嫌すぎて、そうっていうのを聞いたことがあったから、そう、それが嫌やなと思って、今までパックをね使ってこなかったんですよ、人生で。そう、でもそう、先月とかはね、たくさん歌番組とかにも出させてもらうっていう機会があったから、で、冬やし乾燥するし、ちょっとパックしてみようと思って、毎日ほんだらね、そう、肌の調子がすごい良くなって、やっぱ乾燥があかんかったんやと思って、そう、最近は毎日ねパックそうするようになって、だからお肌の調子がすごい良くなってたんだけれども、ここ数日夜は起きることが多かったのでこれは睡眠のせいだ、絶対。このニキビは、野菜を全然摂取してないね。
年明けてから今日はサボらずやろ、この2日間とっても楽しかったね、正月とっても楽しかった。今日から野菜と睡眠をとります。うん、そうする。ビタミン C 取ったらいいらしいって。なんかビタミン B の方がいいねんやろ多分あれって。そう、毎日ビタミン B のあれ飲んでんねんけどさ、サプリ。ビタミン B はめっちゃいい、あの DHC のやつ、あれ飲んでお水いっぱい飲んでってしたらすごいね、肌の調子が良くなる。一人暮らしだと野菜不足になりがち。この間までめっちゃ野菜取ってたけどさ、もう1日と2日は自炊を一切しなかったので、もしもう本当にあのね、正月を極めた人間になってたので、いや1日は寝て2日目はゲームばっかして、あの自炊する暇がなかったからさいろいろ極めすぎて、その結果が肌に出ました。でもいいね、この2日間はもう何もせんって決めてたから、ずっと前からさ、これでいいんです。今日から頑張ります。となれば今日のご飯を決めなければ、朝はまあまあまあとするでしょ、昼もまあまあまあ、夜かな、野菜を取りたいから何がいいかな。野菜カレー、あ、野菜カレーいいね。あー、でもカレーとかおにし絶対さ夜中とかも食べちゃう。あ、鍋ね、私鍋持ってないねまあいいのか、いいのか。でもな、鍋持ってないねんな。まあ普通にね、いつも使ってるやつで湯がいたらいいと思うけど、でも鍋欲しいよね。なんか一人用のさ鍋とかさ、よく見んねんけどさ、見に行くねんけどさ、たこ焼き器とか結局ね何も買ってない。そう、ねえ、私キムチ鍋大好きでさ、この間家帰った時にさ、キムチ鍋食べたいって言ってキムチ鍋してもらって、ね、かわいいの見つけたら買おう。よくあるよね、でも一人用とか、かわいいの見つけたら買おう。サブ確かにお鍋はね野菜取れるからいいよね。
お鍋に入ってる野菜ってさ、あんまりこう野菜野菜してないよね。なんかほうれん草とかがっつり緑じゃないや、なんか副菜とかあんま野菜野菜してない気がする。そう、濃い濃い野菜がないイメージ。そう、手取り早く野菜をこう摂取するってなったらね、ほうれん草、ほうれん草、なんかないかな。シチュー、ブロッコリー、ブロッコリーもうでも薄そう。大西野菜においての絶対的信頼を置いているのがもうほうれん草とかね。ほうれん草すごい、大西の中ですごい絶大的な信頼を置いているの。緑そう、なんかないかな。キュウリは、キュウリはほぼ水やからな、大好きやけど、キュウリはね。あ、クリームシチューにほうれん草美味しいって、あ、いいね、シチューにしようかな、今日。シチューいいね。シチューにほうれん草か、美味しそう。シチューにしよう、今日の晩ご飯。ね、カレー、まあ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 いいか。シチューにしよう。あの時めっちゃシチュー食べてたよ、西あの矯正器具を、歯抜いて矯正器具つけた瞬間らへんぐらいで、ほんまに固形物食べれへんくて、なんならスープ、なんかさ、インスタントのさ、なんか卵スープとかあるやん、あれですら無理やったの。あのひょろひょろペラペラペラの中卵浮いてるやん、あれあれも食べれへんかったのっていうぐらい、ほんまに固形物っていうのがマジで無理で、もう水分かみたいな、なんかっていうのしかほんまに口の中こう無理やったの。そう、歯4本抜くってことはほんまにあのやばいんですよ、なんかで矯正器具つけてってなったら、体験したことある方は分かるかもしれんけど、十分経ったね。そうで、その時にでもどうしてもこうスープだけじゃほんまに物足りん
て、お腹的に。でもなんだろう、最初はなんかもうずっと血の味がしてたから、口の中が1週間ちょいほど、そうだからなんか味の濃いもん食べたいってなって、でも噛むへんしってなった時に、具なしのカレーとかシチューとかを作って食べてた。そう、あれ食べやすかってんな、めっちゃ。そう、シチューそれしか作ったことないから、美味しい具なしのシチューしか作ったことないから。そう、大西の中でシチューってそのイメージやねんな、もうなんか虚勢の時に食べてた。今日はじゃあ具ありのシチューを食べよう。人参いっぱい入れて、じゃがいもも入れて、ほうれん草も入れて、チーズとかのっけたら絶対美味しいよね。ね、美味しそう。サイアンドコーン、クリームシチュー派、ビーフシチュー派、クリームシチューです。よし、じゃあもしお風呂入りたいからお風呂入ってこ。眠、おーいいいウインナーも勧めた、絶対美味しい。でもシチューにウインナー入ってるの私見たことないわ。でも絶対美味しいじゃん。いたた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 た、ふん、じゃあランキングの方を読んでいくわ。寒い、なんか今日めっちゃ寒いねんけど、大西の部屋なんでなんでご茶中もなんかずっと寒かった今日。寒い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 。じゃあランキングの方読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、ゆまさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がカホアットマーク、ルイボスティーしか勝たん、ニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギアットマーク、ももちゃんおじさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がケイさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がタカタカアットマーク、2021年初仕事をお疲れ様さん、ありがとうございます。イエイ。初仕事ってどうなんねん、もしカウントダウン TV 仕事始めと思ってねんけど、ちょっとそれ境目難しいよね。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がアイコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。で8位がボスブラックアットマーク、炭水化物麺類に栄光あれさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が里丸アットマーク、大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして、10位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が、新年のリプトンアットマーク、お兄さんのクリームシュー食べたいさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がエニュアットマーク、ももかのあいさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がラッキーアットマーク、大西軍アットマーク、ゆっくりおやすみなさいさん、ありがとうございました。イエイ。懐かしいね、大西のね作ったたこ焼き食べた配信とか懐かしいよね。あの特別記念配信とか、ああいうのをできる日はいつか来るのかね。また
っとね寝るわお風呂入って寝ます。いやいやいや、振り起こししてたから眠たいじゃあはい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、お前色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。じゃあおやすみなさい。ごちゃんも聞いてくださった皆様ありがとうございました。じゃあね、おやすみ、バイバーイ。